絵描きはベレー帽をかぶってね、っていうのは漫画家じゃなくて、洋画を描く人たちもそうで、髪の毛がこう散らかって油絵の具混ざったりしたらまずいというのもあるんでしょうね。だからでブルーズって言ってこうここまであってここがこう手首のところがつぼまってる、それで腰下まである、それでパレットを持って絵筆を握ってこうキャンバスにこう描くというのが絵描きのスタイルだったわけだよ。ずっとパリ万博あたりからこうね、ヨガのあれが入ってきて、絵描きっていうものはベレー帽をかぶるものなのだというような。でうちの師匠もベレー帽をかぶってたし、手塚先生もベレー帽をかぶったし、まず格好から入ってるみたいなとこがあってね。だから結構漫画と初期の頃はベレー帽をかぶってブルーズ着てっていう時期がありましたね。ただやっぱり有名になってきて、その海外へたくさんあちこち行くようになると、今と同じ質問が向こうから来るわけですよ。なぜそんな帽子かぶってるんだと。帽子かぶらない方がよっぽどいいじゃないか。これはね、もうどこの国行っても言われてね。それである時期を期して辞めたわけね、帽子かぶるのをね。